松田的スーパーヒーローラジオ。我ら双子が大好きな特撮について思う存分語り合うこちらのコーナー、熱血特撮語り。はいよー。じゃあまずね、ギーツのメールを読んでいきたいと思います。はい、戦闘員カホーさんからいただきました。ありがとう。私は前回ジャマト飼育お兄さんがイスズ大地だと気づかなかったので、今回彼がサラさんに詳しく説明しているときに、なんでそんなに知ってるのと少し混乱しました。かわいいか、はい、大地も一応仮面ライダーだったので助けに来てくれたのかなと一瞬でも思ってしまった自分はぶん殴りたくなる展開でした。あ、なるほど。それは時気づいてないと辛い ね。サラさんは仮面ライダーから解放されて、これからネオンやケイワの助けとして生きていくと信じていたので、今回のラストは衝撃的でした。そしてその様子を笑いながら見つめるベロバとケケラはすごく異様に見えて、まるで人間じゃないように感じました。今すごく悲しいですっていうメールをくださってて、まあ、未来人でね、いろんなものを自分で作ってデザインして、こう誕生した生き物だから、もはや人間とは言えないとは思うんだけど、私なんでね、このカホーさんの気持ちにね、こうリンクしたかというと、私もイスズ大地だと気づかなかったの。私はギリギリ先週気づいてたんですけど、どういうこと私ほんまにこれは自分のあんまり良くない点なのかもしれないんだけど、整ってる人の顔が見分けがつかないっていうのがあって、だからしかも顔にこうなんかデザインがこうされていて、こうなんだフードかぶってたから、私たまたまその字幕を出しながら見てたの。やったからかっこイスズ大地って書いてあって、ん？大地ってナッチスパローよなってなって不安になって、あんまりにも顔に見覚えがなくて不安になってイスズ大地で調べてよなって確認してそう、どういうっていうぐらい、なんかずっとナッチスパローって呼んでたんやなって思うぐらい、でも大地って確かに言っちゃいたから大地よなみたいなことになってたから、気づかへん人がおる気持ちも私は分かるなと思ってて、そうやったからね、今回まで分からなかったらものすごい嫌な気持ちになったと思うから、確かに、今回のお話に関してはやっぱりこう胸が苦しい物語じゃないですか。そうですね。こういうことが起きた時に、ツイッター上で、そのこの展開必要だったの論争が起きるんだっていうことを目の当たりにしたの。その気持ちがいい展開だったら誰もその論争には、あ、誰もではないけど、100人を満足させることはできないけど全員を、ただそのこれである必要あったって思いたくなる、そのこうわだかまるというかさ、モヤモヤ展開ですからね。そうってなった時に、あ、なるほどって、もうこれは受け止めるしかないんだと思ってるよね、思ってしまうというか、だってもうあれだけ狙われていたら、どうあがいてもきっと、競馬は不幸になる、あれだけ狙って力がある人間たちがそうしようとしてたら、いつかどういう何かしかの形で不幸になる、それを見たいから、この人たちが。そうだね。しかもちょっと競馬さんもさ、徐々に芝居が変わってきてたわけやんか、し、なんかもう視界がこんなになってたから、女神に怒るで合ってるみたいなところからね。そうもうちょっとあの怒る先を間違え続けてたから最近、ああこうなったかってこう人間として結構受け入れちゃったの、わかる。育った時にけどこれに抗おうとしたくなって、この脚本の展開って言ったかなって戦おうとこう思える人たちのパワーってすごいなとも思った。確かにな。それはもしかしたらそのどうなんだろう、人によると思うけど、我らがこういう性格で声優という職をやってるっていうのもあるのかな、そんないただいた台本の脚本をこの展開いらなくないですかなんて言う立場にないやん。まあ確かにね。それで自分の意見を言って変えてもらおうなんか到底思わへんやん、てかそれは違うもんな。そうって思うと、これを読み込んでどういう風に考えてここに来たかを作るのが仕事やん。
確かに、だからか。そう、でもそこをわざわざ飲み込んで何かを作らなきゃいけないわけじゃない職の人も多いと思うから、ここいりましたかねっていう仕事の人もいると思うのよきっと。確かに、ね、そういう人はそういう考えになったりするのかなって思ったり、なんか常日頃やってることによって、ね、っ違ったりもするのかな、わかんないよ。めっちゃ勝手なこと言ってるけど、ここでこう戦おうって思う方もいらっしゃるんだなと思って。まあでも思いたくなるしんどい回だったね。我々、ね、もうしんどいはしんどかったわ。わかる。とってもわかる。なるべく平和が訪れますよ。平和が訪れますよ。はい。はい、よいしょ。では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 。じゃあ続いて、はい、キングオージャーいきますね。うん、戦闘員ガンドラさんからいただきました。ありがとう。今週のキングオージャー。なぜリタが王になったのかが明かされたことで、王の子として王を受け継いだ姫野に実力でのし上がったヤンマ、革命で王となったらしいカグラギと4人のこれまでが少し見えた感じでしょうか。うんうん、5巻の前王カーラスが一気に重要人物になりましたが、本人は行方不明。バグナラクがカーラスを探しに行くシロンを狙ってきましたが、シロンが牢獄にいる間は特に手を出してこなかったわけで、バグナラク側の思惑も気になりますということでね、うんうん、そうだね、まあ、出てこうへん限りはあいつがやったっていう話になってるやろうから、出てきたら別の悪が判明してるかもっていうので、多分ね、出てきてるようだったらやばいっていうのは分かるなと思って見てたんだけれども、雪の妖精さんめちゃめちゃ監視してくる対象じゃんってね思いましたけど、しかもその上で雪かきしてくれるのはなんでだったんだろう。なんか普通に言うと仕事が好きなんでしょ。あ、そうか、仕事しか行ってなかったし、確かに仕事楽しいパンチみたいな言ってたあの弊社のね、松田健一郎さん、あー、そっかがお声を担当されていらっしゃって、本当にそう思うとさ、富田さんとかもそうだけど、やっぱすごいね、歴史だね。さんの歴史を感じる。お仕事楽しいパンチって感じですね、完全に。いや、今回に関しては、2個、2個言いたいわ。はいはいはい。タランチュラナイト。はいはいはい。の攻撃の網が、はい、光ってたじゃない。はいはい。あれ、めちゃくちゃ好きで、あれ。てか、多分我ら絶対好きよね。え？のタランチュラナイトの姿も戦い方も。ああ、そうそうそう、そう。すごく好きなんだけど。うんうんうん、あんまガシャンガシャンっていうのも好きなんだけど、うん、並べられてどっちが好きって言われたらタランチュラナイトって言ってしまう体になってるから。それもそうなんだけど、うんうん、その、こう、網をバーンって放って、うん、敵をこう、捉える時の、はいはい、この糸を発光させようぜって思った発想がすごく好きでさワクワクしちゃうやん。そうやな、ただの網やったらなんかその障害物競争感が多少出てしまうと思ってて、あ、まあね、でもここはその人の姿を借りて降臨し神だからさ、出たよ、いやもうそんなんちゃんと光るようにしとかなみたいな感じが俺すごく好きだったの。今まさにさっちゃんが言ったところで思ってたんやけどさ、はいはい、その、スパイダークモノスがね、天より神は人の姿を借り騎士となりて地に降り立つっていう、はい、もうザ日本語みたいな、なんか漢字とひらがなの羅列みたいな言葉を言った後にバーンっていうのが BANG で字幕で出てたのよ。出てた。なんかこのミスマッチ感というか、急に英語喋れやみたいな感じも、なんかおしゃしゃんしゃんしゃんって、あれそこのおしゃしゃんポイントでいくと、ね、はいはい、ちゃんとな3回ぐらい聞いたんだけど、はいはい、バーンじゃなくてベアンって言ってね。なんかそういうことね。ベアンって言ってんの。いや、あそこいいよ。ね、唐突に現れし英語だよね。だからちゃんとあれをバンって言わへんことで、より英語感を際立たせるし、字幕でも英語だしっていうことだと思うんだけど、台本でもね。よろしく。そして最後の姫野様の立ち振る舞い、わがままを通し慣れている。そして人が、こうわがままを言いやすいというか、自分の願望を通しやすくすることを知ってる、いざ決めろって思いながら見てます。しかもありがとうをちゃんと言えるリタ様も、そのありがとうを言われた時に姫野様と同じ笑い方してた。ちょっと笑いこらえてグッて笑ってからニコって口を開くあの笑い方を一緒にしてたはい、いや可愛かったな。すごい素敵だった本当に。お二人がそれぞれきっと孤独だった、うん、王じゃないですか。 そこが少しずつつながっていく感じもね、あのギラ様とは違うパワー系のつながりではなくて、はい、ね、はいはい、よっしゃよっしゃ、じゃあ最後順番お願いしていいですか。はいはい、
今回、来週ね、最終回とお話をしましたけれども、はいはいはい、今週、ジネタ第21話のメールは、うん、戦闘員テレスさんからいただきました。ありがとう。第21話、すべての出会いに、ゼロの軌跡をなぞる回でした、うん。デビュー作の大怪獣バトルウルトラ銀河伝説ザ・ムービーから、ウルトラマン銀河が始まるまでのおよそ5年間を支え続けた、つぶらやの救世主です、うん。それぞれの映画やシリーズを見直してみると、また違った発見が見えたりします、うんうん。今回の放送で言えば、最初のプラズマスパークに触れようとした時がね、ありました。その時にセブンが、お前にはまだ早いと、いずれ触ることになるっていう雰囲気をそれとなく言っている、うんうんうん、そのお前にとって荷が重すぎるものだという発言ではなくて、うん、お前にはまだ早い、うんうんうん、いつかこの能力をその誰かを守るためにパワーをつけるんだよ、うんうん、そしてその本能で戦えるようになった時にこのプラズマスパークに触れられるようにというか、うんいつかその器があると分かって言ってたんだなっていうのにこうやって改めて見直すと気づったよねみたいな、ね、なるほどな、まあ、度重なる激戦にパワーアップも添えてゼロがとてつもなく強いことは今まで散々示されてきましたが、それでも苦戦あるいは負けることもあるほどに敵は強い、うん、その度に支えてくれる仲間や鍛えてくれる師匠たちそして頼もしい後輩ニュージェネレーションたち時に助け時に助けられる弟子であり、師匠でもあり、息子であり、兄さんでもある、ゼロはこういう関係の走りでもありますね、というふうにメールをいただいておりました。本当にその 1年間というか、一つの作品としてこうテレビシリーズでずっとやって、レジェンドになっていくっていうものとは違う映画だったり、大きなこう渦、うん、その細く長いさ、あれではなくてでかい渦を何回も起こさなきゃいけないだけある破天荒さのあるキャラクターじゃないですか。そうね。なんかこの方が回想しているところでさ先週言ってたじゃん、はい、トレギアのことって話あんま出なかったけどあんま大事じゃなかったのかなみたいなのがねメールに書いてくださってて確かに正直他の風磨とかタイタスのことを思い出すときに、うん、まああいつが現れたからより仲は深まりましたねみたいな感じの一種でしかない、まあうん、こんなんでしかないトレギアってっていう話をしたと思うんだけど、うん、ゼロが今回それを自分自身で言ってたなと思って、うん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 、その邪悪なウルトラがいることによって自分は新しい仲間を得たわけ、うん、一人だったのになんかより深まったとかじゃなくてマジゼロから、ね、始まった物語があるわけだから、うん、ああ先週思ってたのにゼロ回も一つの答えをくれたなっていう気がしたかな。確かにもうなんか最終回かと思ったね。今回も最終回じゃないんだっていう感じでございましたけどあこれやそう考えるとあいつらと出会えたのもベリアルがいたからだと言えなくもないわけか。あいつがいてくれたからだなと思えばさすがに言えないんだけど、ね、そう、まあ、あいつがいたからだと言えなくもないかっていう分かるそういう言葉選びになるよねって感じがします。しかも一つのウルトラマンだからね、うん、ベリアルもね、うん、なんか一切こう取り除くわけにもいかへん存在やから。そうそうそう難しいな、うん、私はベリアルで言うと超銀河大帝アークベリアル出た。もはや誰が名前つけたんやろそんまにすごいよ超銀河の大帝やからなんかこれは己で名乗るのかありゃ強えやって言って超銀河大帝って言うのかなんか誰が名前つけるのかっていうのももしかしたら過去にこう描かれてたりするのかもしれないんだけど私はあまりそこら辺詳しくないからなんか知りたい誰がどの基準でつけてるんだろうすごい気になりましたね。いい着眼点だと思います。あとはあのウルトラフライつきすぎていややばいあれはテンション上がっちゃうもんだ。熱くなれってなってます。太陽だ太陽だうわなってますね。はい、はい、よいしょよいしょということで、はい読んできましたが以上熱血特撮語りでした。松田的スーパー